ジーン氏様、姿勢が美しすぎます。前を言ったら変装の意味がないだろう。では私のことはジンカとでもお呼びくださいがね。たしくるくさくもない格好だけならいいところのお嬢。何がそんなに楽しいんだ。お嬢様のことは私にお任せ。ではジンカ様。お嬢様。ジンカね、何とも言えない。人種というのにした方が良かったかな。はい、目的地は？そこで知り合いと待ち合わせよう。血が怖え。なんか者が主人より前に出るとはまだまだだ。お嬢様よろしい。物は少ないのに。何につけようか。買い物ですか。そしてもクスシとしても右に出る者はいないという者が欠落している。バラ屋に住んでいる。引っ込むくらいはしてくれるだろうけど。何ですか。ことがないから。あ、鼻匂いは。焼き鳥。さあ食べないうちに食べましょう。食べられないんだよな。食べないんですか。どうぞ。どうですか。うん、や部官のような仕事はしないと思っていたが。どなたかと待ち合わせなんでしょう。早めに行ったな。そうでしょうか。確かに別にきずっといいと思うが。与えられた部屋も綺麗なものですですので。どうしたんです。使うとは。養父は薬の師で。薬師のようだな、お前の養父は。漢方のみな方に留学していたこともあったそうです。国に選ばれなければいけないはずだぞ。ええ。さあ御人がなぜ花町で。いくら二物を持っていても一物を取る。養父が宦官だということか。そうですけど。 As the sun sets, the city comes alive.The on sign is flickering, the air is electrified. Ooh, yeah. Lost souls wander through the quiet streets. A symphony of silence creating beats. In this electronic haze, we find our peace. Drowning in the sound. The noise starts to cease. City lights, it does.